どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。先日ですね、第1回無所属杯カップっていうのを開催いたしました。まあ、これは何かっていうと、自分のね、ディスコードの中で、募集して、で、そこで運営してるやつなんですけれども、要は、チームに所属していない方のみが参加できるトーナメントになります。まあ、優勝賞金はね、少なくて5000円ぐらいなんですけれども、まあ、できるだけ多くの頻度で開いていこうかなと思ったんで、それぐらいの賞金で、まあ、トーナメントを開催しました。で、まあ、このトーナメントの目的は、チームに入っていない人でも、まあ、コミュニティに参加できて楽しくできるためっていうのが一つと、あとはスカウトができる場所になればいいなと思って開催しました。で、まあ、5月上旬にもね、もう本当に近いうちにね、やっていきたいなと思ってますので、まあ、もし参加されたい方とか、その、まあ、自分のチームにね、スカウトしたいんだよっていう方は、ぜひ概要欄のディスコードから入っていただければ嬉しいです。まあ、参加ね、していただければ嬉しいです。で、これなんですけれども、64名のトーナメント戦です。この動画では、その上位4人のデッキと、まあそのデッキを作る上で気をつけていたこととか、そういうところを、まあ聞いてみましたので、まあ一部の人にはね、だそういうところを皆さんにね、共有してシェアさせていただきたいなと思います。で、まずルールなんですけれども、この画像、アップメディアさんが限界カップ2に参加された時の記事に貼っているものを引用させていただいてます。一応概要欄に貼っております。まず、メインデッキとサイドデッキというのがあります。メインデッキは一番最初のデュエルで使うデッキです。で、2勝した方の勝ちなんですよ。だから合計最大で3戦行うんですね。で、その2戦目、3戦目に関して、この相手の人のデッキ、多分、このカードを入れた方が自分が相性が良くなるんじゃないかみたいなカードってあるじゃないですか。例えば、機械天使が相手だったとして、まあ、エネコンを多めに入れたいなとか、まあ、そういうことってあると思うんですよね。その、じゃあ、メインデッキの中身を変えたいなってなった時に、あらかじめ準備していたサイドデッキ、まあ、今回7枚なんですけど、7枚選んで、これを、まあ、サイドチェンジするよって。メインのデッキと、の中の何枚かのカードと交換するよ、みたいな、風に決めて、事前にね、私に提出していたサイドデッキの中から、まあ、2戦目、3戦目はカードを交換して戦うことができます。まあ、そうすることで、より競技性が高くなって、まあ、実力が反映されやすいんじゃないかなと思って、今回はメインデッキとサイドデッキ、を準備した、形式にしました。まあそういった前提でね、まあ、どういう風なデッキが勝ち上がってきたのかっていうのを、まあ見ていただきたいなと思います。では第3位。まあ3位対2名いらっしゃるんですけれども、まずお一方目はクーガさんでございます。で、クーガさんの使われたデッキは D ヒーローになります。で、D ヒーローなんですけれども、まあマスクヒーローですね。まず、クーガさんはもともと銀幕入れてなかったみたいなんですよね。で、サイドに銀幕を2枚とか入れて、で、相手によって銀幕入れようかなーって思ってたそうなんですよ。ただ、ギアギアの対策を取りたいなと思って、だからサイドの中にギアギアが出てきた時に、使える用のカードを多めに入れたいなって思ったそうなんですよ。やっぱ7枚しかないんで。シャイの手向けとか、まあそういったところがギアギア対策のカードになると思うんですけれども、まあそのカードを多く入れるために、もう銀幕を最初からメインに1枚入れて21枚にしておこうっていう風に考えられたみたいです。基本やっぱりサイドに関しては苦手なデッキをどのようにメタっていくかっていうカードを多めに入れたいところだとは思うんですよね。だから、できる限りそれを入れたい。まあ、サイドが、例えば10枚とかあれば、そういう風に銀幕をね、メインに入れなかったと思うんですけれども、今回は7枚だったので、まあ、致し方なく銀幕をメインに入れられたようです。で、運命のステージを採用しているので、ライフポイントがね、1000減ると、ダークシティでしたっけ。要は D ヒーローの攻撃力が1000。自分より攻撃力高い人と対戦するときに上がるっていうフィールド魔法を貼れます。だからこそ極小じゃなくて、コズミックサイクルを2枚採用されていたんだと思います。すごくいい構築ですね。で、ディシジョンガイ3枚、ディバインガイ3枚、ドリルガイ3枚と。で、マスクチェンジ3枚、聖杯3枚、エネコン3枚のコズサイ2枚だったところに銀幕を1枚追加されたっていう風な構築になります。
あとは気になるのはサイドに融合を入れて貼るので、まあ相手によってはこの融合を使っていこうっていうところなんじゃないでしょうか。あ、おそらくそのギアギアに対してのメタカードっていうのはおそらく試合のタム系だとは思うんですけれども、その試合のタム系を入れたかったから銀幕をもう1枚、メインに突っ込んだって感じかな。で、異次元グラウンドはデーモンとあとシンラに対しての対策になると思います。で、特にデーモンに関しては異次元グラウンドがよく刺さると思います。じゃあクーガさん3位おめでとうございます。じゃあもうお一方3位の方ですね。では、第3位タイもう一方ですね、これはみーちゃんさんでございます。で、みーちゃんさんに関しては神羅デッキを使われておりました。で、神羅なんですけれどもスキルは根性です。まあ、神羅ね、リスタートっていう場合もあるとは思うんですけれども、今回は根性の採用でした。で、気になった点としては、オークが2なんだっていうところですね。まあ、そこはちょっと新しいところなのかなと思います。オーク3積みっていう構築がよく見るので、そこはまあ、オークが2枚っていうのは、一つサプライズだったんじゃないかなっていう。あと、スナスト入れて貼りますね。やっぱりスナストに関しては、まあ、今回の環境デッキでいくと、マスクヒーローと、あとギアギア、シンラ、デーモン、ここの4つのテーマで合計 60%、まあ、6割を占めてたんですよね。で、スナストに関しては、まあ、ギアギア、シンラ、あと、まあ、デーモンに関しても呼び声潰されてデーモン結構きついから、まあ、そのあたりにはかなり刺さってくると。で、ヒーローに関しても、まあ、悪くはない選択肢ですよね。で、みーちゃんさんはミラーかもしくはギアギアが来ることを意識されたようです。なので、まあ、そういう意味でミラーっていう意味でも、うん、フレグランストームがサイドに入っているのはすごくいいかなと思いますね。で、ギアギアだったらラバゴーとか聖杯を使っていこうっていう風に考えられていたそうなんですよ。で、そういう考えでのサイドにラバゴーっていう、まあ、発想だったようですね。まあ、素晴らしいですよね。で、ここが結構活躍したようです。やっぱりギアギアって聖杯されると嫌だし、同胞の絆打たれた後にラバゴー置かれるとかなりきつい展開になるんで、すごくいい選択肢ですよね、ラバーゴーレムっていうのは。で、機械天使とかヒーロー相手だったらエネミーコントローラーを2枚から3枚に増やしたいっていう意味で、サイドにはエネコンを1枚、プラスで入れられていたようです。3位おめでとうございます。では次第2位ですね。第2位はペプシマンさんでございます。こちらも D ヒーローを採用されております。今回は、ヒーローの数8体ですね。それはおそらくスキルバランスによる影響だと思います。スキルバランスですので、モンスターが8枚構成、20枚デッキで8枚構成だと1枚から2枚になります。なので、まあ、1枚は確定だね。2枚か3枚になることもあるのかな。でも多分これ1枚か2枚だと思うんだけど、まあとりあえず1枚は確定しています。なのでモンスターは少し少なめでも良かったっていうことで、こういう風な構築になったんじゃないかと思います。融合はしないタイプですね。融合デッドリガイとか入ってないからね、もうで、サイドに関してはちょっと苦手意識を持っていたデーモンを意識されたようです。で、デーモンに関しては2戦目以降で、まあ、ハリケーン抜いちゃって、摂理、天罰、あと異次元の隙間、このあたりで徹底的にメタルことを考えていたそうですね。デーモンに関しては2回当たったようなんですけど、ハリムシで落としたモンスターを、まあ、全部除外したりとか、クリボールを天罰へ止めて勝ち越したりとか、そういったところがハイライトだったようです。まあ、ここ異次元グラウンドでも良かったかなっていうふうに思われていたそうなんですけれども、まあ、ただ異次元グラウンドと異次元の隙間って、まあ、どっちもいいところ悪いところっていうのがあって、例えば異次元グラウンドに関してはハリムシを撃たれる時にね、もう腫れると一気に全部除外できるっていうのがすごいいいところだと思います。ただ自分後攻で相手が先攻でね、ハリムシいきなり撃ってきたりとか、そういうことされちゃうと対応ができないこともまああるので、まあ、そういう意味で異次元の隙間の方が後からでも触れるっていうのはいいところかなっていうふうには思いますね。あとはギアギアがどうしてもちょっと不利な構築だったようですね。そこに対して3の嵐を引きたかったっていうところなんですけれども、決勝はちょっとそうはいかなかったようですね。まあ、ギアギアに対しては3の嵐を使って、メタっていくというふうな感じです。まあ、ミラーとデーモンと多く当たることがあったようですね。
まあ、ミラーニを語った上で勝ち越せたところは、個人的にはおそらくエネミーコントローラーの存在も結構でかいんじゃないかなと思います。やっぱりミラーだった場合は、エネパクした後にこっちがマスクチェンジ被せることができれば、かなりアドを稼げますので、まあ、そこがいいんじゃないかなと思います。で、今回は、先ほどの方は運命のステージだったので、小ずさいでしたが、今回バランスなので局所的、局所をハリケーンを採用されているっていう風な感じです。まあ、こうして、サイドとか見てみるとね、わかると思うんですけど、まあ、おそらくこれのテーマが採用率高いだろうなって。じゃあその採用率高いテーマをどういう風に目立っていけばいいのかっていうことを考えられた方が、上位に今回も勝ち進んでいたような印象を受けました。まあ、そういう意味で、ペプシマンさんのサイド、これをメインでね、例えば3の嵐とか異次元グラウンドとかって入れることは、まあ、普段ないと思うんですけれども、そういったカードがサイドに差し込まれているあたりが個人的にはすごくいい、構築だったと思います。では、第1位。第1位はですね、マイロポケさんでございます。マイロポケさんが採用されたのはバランスギアギアでございます。で、このバランスギアギアなんですけれども、すごくいい構築だと思います。で、どういうあたりがいいかっていうと、まず、個人的に好きなのはやっぱ銀幕が入っていること。ギアギアっていうのは、殴らざるを得ない状況っていうのを作りやすいテーマだと思うんですよね。横に広げて、で、ギアギアンカーとかギアギアタッカーで徐々に相手の盤面を潰して、アドを取っていくっていうデッキだと思います。そのデッキに対して殴らざるを得ないっていう局面で銀幕を当てることができれば、かなり有利に進めることができるんじゃないかなというふうに思っております。で、私もトンちゃんのね、構築を参考に紹介したんですが、その時は異次元グラウンドを入れてました。ただ、今回は異次元グラウンド2抜いて、同胞の絆を入れられています。で、これはやっぱりサイドっていう存在が大きいのかなっていう。メインはギアギアの動きをしっかりできるように意識すると。で、サイドで、シンラとかが来た時にメタれるように異次元グラウンド、さらにロスト。このあたりを採用されていたことと思います。あと、カナディアに関しても、ミラーですごくいい役割を果たすと思います。なんでって、ギアギアで相手が同胞の絆を打ってきた時に、こっちがカナディア伏せていたとすると、エネコンだったら相手止めれませんよね。ミラーだったら、エネコンの効果が、使われちゃうので。ただ、カナディアだったら、同胞の絆を不発に終わらせた上で2000ライフ、相手のダメージ削れるので、それでかなりもう勝ちが近づく展開になります。なので、カナディアっていうのはミラー対策ですごくいいカードだと思います。まあ、どっちかっていうと、聖杯の方が爆発力は落ちるけれども、いいとは思いますが、まあ、カナディアも十分、使えるカードじゃないかなと思います。まあ、サイドがうまいですね。異次元グラウンドとロストっていうところは苦手なテーマ。まあ、デーモンとか、シンラとか、あのあたりをしっかりメタることがサイドでできているのが、まあ、このギアギア、大会に出るのであれば、このギアギアの構築、サイドの入れ方っていうのは、非常に一つ、いい、参考になる構築じゃないかなというふうに思います。はい、こちらがですね、今回の無所属カップの、比率が、デッキテーマごとの比率がこんな感じです。まあ、マスクヒーローが一番多くて 20%、その次にギアギアなんですよね。これは、やっぱりうちのコミュニティに参加してくれてる皆さんっていうこともあってか、コミュニティの中でギアギア部門がすごい活発にね、ディスカッションされてるんですよね。すごい流れるのも早くて。それで皆さんが意見交換した結果、まあギアギアが多くなったんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、個人的にはね、このマスク、ギアギア、シンラ、デーモン、このあたりが今環境の中でも上の方じゃないかなっていう。で、ランクマーとか KC っていう場面でいくと、まあ場合は限られますが、天使も上に来るんじゃないかなって。まあ、この5つぐらいのテーマが今は強いんじゃないかなというふうに思っております。また、どんどんね、ディスコードの中で募集して大会開いていきます。で、4月30日に関しても、今回はメインの、優勝賞金、まあ別にそんなに多く出せるわけじゃないですけど、優勝賞金1万円の、2位の方も賞金っていうのがある大会、ツンツンカップ、第2回ツンツンカップっていうのを開かせていただきます。でそういうのももう私のディスコードの中でね、受付とか、全部完結させて、運営とかもさせていこうと思っているので、ご興味ある方はぜひ、ご参加いただけると嬉しいです。通知のオフの仕方とかもね、まとめているので、多分、通知オンにしてるとかなりうるさいと思います。通知オフにした上でご参加いただけると、まあ、
有益な情報も皆さんで交換していただければなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは、今回動画以上になります。よろしければチャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。